さあこのマーク今ちょっとご紹介しましたが、あの競技が終わったところにマークをつけますが、タケノコ坊やそのタケノコの産地の、マークが市のマスコットが出ておりました。さあ今度は篠田、篠田の平均台です。難しい入りでしょこれ、はい、ロンダードからこう伸身宙返りで上がってますね、はい、手を使いませんでした。 D 難度、さあ連続、これが3種目目、2位の真田に 0.80 差をつけて現在トップ。さあこのシリーズは手を使いません、前方宙返り、前方宙返り難しいんですよね。これも連続、篠田選手非常にあの膝が綺麗になりましたね、はい、よく目立ちますね。こういったその手の動きね、はい、女性らしさしなやかさみたいなものはどうですか、はい、少し欲しいですね、あれね、こう打倒というね、そういう運動が欲しいですね、はい、さあここからフィニッシュへ、屈伸ダブル、まあ満足のいく出来じゃないでしょうかね。さあ先ほどの早瀬選手の跳馬ですが 9.15 という低い得点に終わってしまいました。さあこの、篠田選手のもう一回スローでご覧いただこうと思いますが、いつもあのこの篠田選手の演技はですねハラハラして見てるんですよね。非常に演技が大きいですから、いつ落ちるんじゃないかと思うんですけども、安定してきましたね、はい、今日あたり昨日から非常に安心して見ておられます、はい、ここから後転飛びになるわけですね、これが後方伸身宙返りですね、はい、やはり相当コーチから膝のことは言われていると思うんですね。これから前方宙返りですね、うまく決まってますね、両足踏み切りの前方宙返り、こういうところもう少しこうゆっくり見せてほしいなという気がしますが、どうなんでしょうか。やはりあのちょっとあの柔軟性に欠けてると思うんですね、篠選手の場合は。その辺でやはり硬い演技になってしまうわけですね。というと、まあ、現在日本チャンピオン、日本のエースですが、さらに欲と言いますと、はい、それはもうやはり柔軟性をつけていかなくちゃいけない、これが課題ですね。ということは女性らしいしなやかさ、はいはいに繋がってくるわけですね。そうですね、着地はこれはいいですね。あの宙返り自身の高さもありますしね、はい、得点を待ちます篠田美穂。